end of my time as your host. I have had a lovely time here at Midspring Speed Fling, and do not worry. はい、皆様こんばんは。ここから司会担当させていただきます、ナズと申します。よろしくお願いいたします。See y'all around. 次のゲームの早速次のゲームの方の話に入っていきたいと思います。次のゲームが、ローラーコースタータイクーンというゲームでございます。こちらのゲームなんですけども、解説の方、いらっしゃっておりますので紹介したいと思います。イルカンさんです、よろしくお願いいたします。はい、皆様お待たせいたしました。日本時間深夜の、バカゲータイム始まりでございます。今回ね、一発目ということで、ローラーコースタータイクーンというゲームの、RPA の解説をさせていただきます。はい、実際にやろうと思ったんですが、環境がですね、作るのがかなりハードで、できませんでした。で、まず解説の方をさせていただきます。このローラーコースタータイクーンというゲームはですね、1999年に発売された非常に古いゲームとなっております。で、このゲーム自体は実は700万本売れる、世界的には非常に売れたゲームの一つでございます。で、おそらく日本の方に関しては、プレイステーションであったり、セガサターンで、テーマパークという遊園地を、運営するゲームですねの方がご存知かなと思います。でこちらが、このゲームよりもっと前に、出ているゲームなんですけども、その後に出てきたゲームですね。でどちらかというとテーマパーク自体は運営も結構シビアにやっていかないといけないんですが、この1に関しては割と運営側がザルで、どっちかというといろんなローラーコースターを作って楽しむみたいな、ところが強みとなっている、そういった差別化要素が、出ております。でシリーズとしてはですね、もう実作出ていて、ちょっと一部問題があってですね、途中開発止まった時もあるんですが、広く知られているゲームです。で今回ですね、この1999年ということもあって、そのままでは、このゲームは動きません。おそらく Windows 98とか、いけても2000とかっていうような世界のゲームなので Windows 10では動きません。そのため今回は、このローラーコースタータイクーン2が、Steam で売られているんですけども、そいつに有志で作った、OpenRCT2 というパッチを当てると最新環境でも動くようになります。でそこに、RCT1 も載せることができるので、ソーシャルの方は皆さんこの OpenRCT 経由での、RTA を実施されております。でなぜこれができるかというと、1と2はゲームのエンジンが同じだからということですね。はい、では次に、ソーシャさんの情報をお話しさせていただきます。今回、ソーシャの方はですね、シースレスリーさんという、方です。今回カテゴリーがオールベースでシナリオを作ることなんですが、実際に、このカテゴリーでは、ワールドレコードを持たれている方です。で時間にして、25分49秒というかなり早い、ゲームになってます。で25、6分というところなんですけども、このゲームは全ステージで、21ステージあります。なので21個の、遊園地を26分ぐらいでクリアします。はい、で、他のカテゴリーとして、別のその今回そのベースシナリオっていう形なんですけども、それ以外の、そのステージグループみたいなのがあと2つあるんですね。コークスクリューフォーリーっていうのとルーピーランドスケープっていう2つがあるんですけど、そちらの RT もあります。で、カテゴリー上はその RCT1 のベースのものと今回の OpenRCT2 経由のものがあるんですが、純粋にその Windows 98とかで動いて1とかで走られている記録は、ゼロです。おそらく誰も今走れない。それかあれです、画面をなんかで撮るか、それを乗っけるかとか、そんな感じじゃないとできないゲームですね。はい、となっております。はい。もうちょっと時間あるかな。はい。ちょっとね、余談1個だけ走らせていただき、お話しさせていただきます。ですね、今回その、このシリーズとしては10作出てたんですけども、
ですね、その先ほど途中で問題があったっていうところがあるんですね。で、権利問題がいろいろですね、その会社の中でありまして、訴えられたことがあるんですね。このシリーズを作った、もう、なんでしょうね、第一人者というか、いわゆるそのキャッシュする場にやでイーガーさんとか、まあ、そういうポジションの方が、まあ、いらっしゃるんです。その方からですね、ロイヤリティで訴えられました。で、訴えられた先が実は当たりです。今、このシリーズは当たりが出しているんで、あ、こんなところでも当たりって何かあったんだねっていうのを調べながら、ちょっと、しみちみと、思うところでありました。で、ちょっとね、その辺の問題があって、実はその、RCP3 を出した後にその問題が出たんですけども、そこで3を作った開発会社を次の作品では依頼しなかったっぽいんですよ。その結果、今ね、Steam でも売られているんですけども、2016年にプラネットコースターというゲームが、その3を作った開発会社によって作られています。思いっきり競合ですね。しかも、その作品と全く同じ、この RCT ワールドっていう作品とプラネットコースターは実は同じ話ですね。2016年に発売されていて、まあ、ちょっと僕どっちもやってないんでわかんないですけど、何やら因縁のようなものを感じるちょっと不思議な感じですね。はい、まあ、今回はね、その、まあ、このゲームからすると未来のしがらみは関係なくですね、純粋にその一番最初に作られた方がもう純粋にこのゲームを作りたくて作ったゲームみたいな感じですね。はい、というところが、今回のゲームとなっております。なので、まあ、非常に海外としても売られておりますし、実際ゲーム見ててもかなり楽しそうなゲームですね。やはり日本でも先ほどの通り、テーマパークシリーズですね。僕も実際にその当時、新テーマパークっていう、1990何年か忘れたんですけど、プレイステーションで出たやつを非常に、好んでやっていて、このゲームの RPA 自体はやってないんですけども、まあ、おおむね内容は一緒だったので、まあ、どういうことをやらないといけないのかっていうのは、まあ、わかるから、まあ、いけるなと思いました。ただですね、あのゲームはかなりシビアなんですが、こっちのゲームはかなりザルです。1は先ほどの通り、経営面が非常に難易度は低いので、まあ、見ていただければわかると思います。ただね、いろんなテーマパークが出てきますので、まあ、この今のね、コロナ禍ですから、なかなか遊園地なんていうのも行けませんし、まあ、そういったところもね、こういったところで、こんな遊園地やったら、楽しいだろうなとか、こういう園地行ってみたいなみたいなのをね、考えていただきながら見ていただけるとより楽しめるんじゃないかなというふうに思っております。はい、そうですね、 OpenRCT2 自体はですね、非常に、僕もそこまで入れたんです。2まで動くところまで作ったんですよ。1が動かなかっただけで、もうすごく出来がいいです。で、日本語もバリバリ対応してます、2に関しては。お、来ましたね。はい。これ上に書いてますね。OpenRCT2 対話ですね。はい。じゃあ始まる前にちょっとだけ水を飲みます。いろんな遊園地が見られるということで。そうですね。この今出てるやつ全部クリアします。はい、一番下は覗きますね。あれはカテゴリーですね。はい。じゃあ、一番最初なんで、ちょっと最初だけ解説が非常に多くなるのを、ご容赦ください。どうしても説明が多くなります。後半になるにつれて何も話すことがなくなっていきます。はい。はい、グッドラックです。一番最初、フォレストフランティアとステージですね。森の中にある空き地にテーマパークを作りましょうということです。ここに関しましては、デフォルトの、まあ、テンプレートみたいなローラースコースターがあるんですけど、それを今1個設置しました。で、マーケティングっていう、まあ、いわゆる、宣伝とか無料のチケットを配布、はい、終わりました。1面終了です。配布して、一気に、お客さんを増やします。はい、2つ目、ダイナマイトデューンズ、砂漠の中にある、テーマパークですね。ここ、ジェットコースターが1個しかないので、そのままでは、いけませんので、自分で、自由に、ローラーコースターとか作れるんですが、それを設置します。で、そのための今道を作りました。
はい。で、借金増やして、ここ、研究ですね。この研究によって新しいローラーコースター等を作ることができます。ここで、ジュニアローラーコースターが出たら止めます。はい、出ましたね。はい。で、ジュニアローラーコースター置きます。線路引きます。線路引きます。はい。で、あと、入り口と出口と、それに、相当する道を置きます。はい。はい。これを、テンプレートとして、保存します。今、テストなんでまだ動いてないですね。はい。これ今、テンプレートで保存します。はい。保存しました。はい。これを意味するところは何でしょうね。はい。はい。ペーストします。はい。1個目。はい。2個目。はい。3個目。はい、もう一個、OK ですね。はい、全部稼働させます。はい。では、ガンガンに宣伝かけます。全部使います。全部限、最大限に、広告打ちます。このゲームの、ゲストの方がですね、広告打ってくるとみんな来てくれるんですね。ちなみに今の間に説明すると、画面の左下に、なんちゃらゲスト、今200名とか300名、ボンボン増えてますね。あれ、ゲストが今いる、人数です。その下が、評価ですね。これ評価が低すぎてもダメなので、必ず評価は、ある程度維持しないといけないです。はい。はい、では3ステージ目。リフリーレイクですね。真ん中に湖があって、そこに、周りに沿うようにですね、まあ、いろんなコースターとか施設を、置いていく形となります。はい、今、研究してですね、今度、ルーピングローラーコースターというのを作りました。お、今置きましたね。はい。こう、一回転するね、結構楽しそうなやつなんですね。はい。完成しました。はい。以上です。はい。これ完成品です。ビットで緑にしてって話だったんで、今、ビットで緑に変えました。それだけですね、これは。特に意味はないです。はい。はい、テスト、今動いてましたね。ちゃんと動いてた。OK。これはちゃんとしたローラーコースターです。間違いない、間違いない。はい、これも覚えさせておきます。はい。はい、では、はい、ペーストします。はい、1個目。はい、2個目。はい、3個目。あ、1個、今ずれましたね。ちょっと出入り口ができない状態になったんで、置き直しました。はい、今4つ置きましたね。はい。では稼働します。はい、これみんな楽しんでね、乗ってくれるんで、皆さんもね、これ乗ってみたいなって思ったんじゃないですか。これループするんですよ、ループ。でも動きよく見ててくださいね。これ映るかな、映ってるといいな。これまた宣伝打ってるだけです。はい、変わんないです。で、一応宣伝はこの遊園地全体の宣伝とか、あと、入園料無料のチケット配布したりとか、コースターの無料チケットとかを配布しています。はい。お、足りなかった？微妙に足りなかったか。違うな。これは、多分遊びで置いてますね。お金関係ないんでしょうか。ここのステージ。うん、終わりました。こんなに置けるよって感じですね。今、ただの説明だったようです。はい。では、次、4ステージ目いきます。はい。次、ダイヤモンドハイツですね。こちらはですね、すでに、素晴らしい、乗り物がもうあるんですね。ここに関しては。で、ここだけ、実は評価が違います。今までは、何百人来たら、OK ですっていうステージだったんですが、ここはパークの資産としての価値が20万ドルになったらクリアです。ということで、先ほど作ったものをベースとしていきます。その時稼働はしません。はい、どんどん置いていきます。大丈夫ですよ。これ殺人コースターじゃないですよ。誰もまだクラッシュしてませんから。誰も死んでないですよ。安全なコースターです。はい、大丈夫ですよ。はい、動かしましたね。はい。あ、やり方が変わってる。あ、ごめんなさい、1個は1個飛ばしたかな。あ、違うな、1個飛ばしてますね。ごめんなさい。もうあれだ、エバーグリーンガーデンに行っちゃってますね。はい。実はその説明する間に1個ステージが終わってました。価値を高めるとクリアってやつがあるんですけど、その場合設置するだけで終わります。はい。なので、多分もうみんな見過ごしたかもしれないです。大丈夫です。コースターよく見てください。これ、よく見てください。誰も壊れてないですよ。ちゃんとコースター見てください。今映ってますね、緑のところ。ほら、動いてますよね、これ。みんな楽しそうにしてますよね。回らないまま帰ってきて。そうなんです。実はです、これ、1回転してないんですよ。だから、誰も事故らない。
はい。で、まあ、マーケティングのあれが終わったら、足りない場合は追加しておきます。はい。ローラーコースター、超楽しいですよね。皆さんも乗ったことありますよね、遊園地で。あれと同じですよ、全く。ちょっとレールが足りないだけですよ、これ、本当に。はい、では次いきます。初心者向けのコース、最後ですね。バンブリービーチですね。奥にあるのが家です。ただの、家ですね。の近くのビーチに遊園地を作りましょうという流れになるステージですね。はい、皆さんコメントがもう湧き上がってて、僕は嬉しくて嬉しくてしょうがないです。はい。はい、ここもね、借金増やして、またここを研究してます。何ができるかな。今度は新しいの作るかも。ああ、残念。今回はジュニアローラーコースターのコピペですね。はい。はい、またね、最初に作ったやつをどんどんコピペしていきます。ね、これね、でもこういう左右に揺れるギミックというか、遊園地ありますよね、普通に海賊船みたいなやつ。あれと何が違うんですかね、これ。まあ、ただ、ね、コースターなんでね、下にレールがあるわけですけども、ね、こんなのね、いくらでもあるわけですよ。それがね、6つぐらい並んでたって、そんなにね、意識することはないですよね。はい。僕もね、バイキング、そうですね、バイキングとか、ああいうシリーズ乗ったことあります。楽しいですよね。はい。ちなみにこれ、一周したら終わりなんで、一周回ったらすぐ降りてくださいね。はい。何周もしてくれないんで、一周したら終わりです。はい。はい、クリアしました。はい、次いきます。はい、ここから中級ステージです。なんと、初心者クリアしました。ここから、ちょっとだけ難しくなるステージですね。はい。ということで、トリニティアイランドですね。ここ、島がいくつかある中で、750人ですね。下のゲストのところが750人以上になったらクリアとなります。ただ、今、緑の、黄色のゲージが下がっていってますけど、これも一定以上必要なので、注意してください。はい、ということで研究します。はい、研究もう終わりましたね。はい、この緑色のローラー。もうね、皆さん楽しくて、ここ何回もいろんな遊園地行きたくなりますよね、これ。どこにでも、この遊園地、どこの遊園地でも、このコース楽しめる。素晴らしいですね。こう、皆さん大好きだからこそ、どこの遊園地にもあるコースターっていうところですよね。はい。しかも事故しない。はい。完璧ですよね。はい。ということで、バンバン置いていきます。はい。8個置いたんで、今オープンしました。これ皆さん乗ってください。ぜひとも乗ってください。はい。ということでね、皆さんがね、安く乗れるためにね、ちゃんと広告打ちます。ね、知ってもらわないとね、お客さん来てもらえないんでね。はい。バンバン、タダ券だって配っちゃいます。はい。バリバリ乗ってください。はい、まだ、あとね、さっきね、一番最初に実は、お店置いてます。で、一応置いたお店が飲み物屋さんと、アイスのお店と、あとトイレですね。はい、初めてここでトイレ置きました。はい、終了です。はい、次行きます。はい、次、ケイティーズワールドですね。はい、ここもベースがすでにあります。小さなテーマパークの中で、まあ、拡張してくださいというステージです。はい、まず研究します。さあ、今度こそ新しいのできるかもしれないです。ほら、今新しいの、なんか楽しそうなやつ、白いやつありますね。あれなんだろう。乗ってみたいな。まだ研究しますね。はい、今研究終わりました。はい、こちら、また皆さん楽しみのこのローラーコースター。またここにもあるんですよ。ここにも。世界中どこにでもありますね。はい、ぜひとも楽しんでください。ここでも乗れます。ね、ちゃんとね、研究した結果、世界的にこのローラーコースターは人気だったんです。だから置くんです。皆さんね、マクドナルド大好きですよね。世界的に人気だから世界にお店があるんです。同じことですよ。はい。はい。もう次のステージに行ってますね。はい。もうどんどん行きますね。基本的にもう僕、そろそろステージの解説をまあ放棄しようかなと思うんですが、基本的にもうご存知、もしかしたら気づいてない方もいるかもしれないんですけど、これ以上コースターが追加されることはございません。はい、これからこの2種類、簡単に言うと、あと1種類ですね、ジュニアもこれから使いません。ので、基本的にはローラーコースターをバンバン立てていきます。あとですね、こういった形でノベルティとかのお店もちらちら置きます。で、基本的に飲み物とアイスと、まあ、トイレですね。あとはね、広告をバンバン打てばね、皆さん来てくれるんですよ。広告大事ですよ。はい。ね、ステマだろうが何だろうが広告打てばね、皆さん来てくれるんですよ、これ。という世界です。あくまでこれは世界、ゲームの中の世界の話です。はい。うん、どんどんほら、お客さんすごい数増えてますよ。ほら、600、もう700超えます。700超えます。ほら、700名。で、評価もどんどん上がってるんですよ。このコース、この遊園地は楽しい。
はい、すごい楽しいってみんな言ってくれてるんですね。お金もバンバン落としてくれる。はい、ちょっとね、広告切れちゃったんで、また足していきます。お金に余裕があるときは、こういった形でどんどんあの広告打ってます。逆に言うと、広告打たないと、あのすげえ勢いで下がっていきます。はい、クリアしました。アクアパークシールでございます。11面、次、ミレニアムマインですね。もともと廃校だったところに遊園地を置いた形ですね。はい、ただ、ここ、ちょっとこれだけだと、評価上げられないんで、まずは、ね、楽しい遊園地を置くための道を、開きます、置いていきます。で、道はもう大体適当でいいです。はい。そんなにきっちり置かないといけないというわけではないです。はい。ね。遊園地のそのコースターとかにたどり着けなかったらね、そら、お客さんも行きようがないですから、ちゃんとね、道はしっかり置いていきましょう。はい。ということで、はい、借金を増やしましたね。はい。研究します。次は何が増えるかな。もう言っちゃったからな。このネタももう使えないな。はい。はい、ちょっと待ちましょうか。紫色、入ってました。終了でございます。はい、ローラーコースターできましたね。はい。ダメなんですか、研究しないとこれ出てこないんですよ、残念ながら。すでにね、研究されてるステージもあるんですけど、うん、半分以上はしてないので、ちょっとどうしてもここの研究費がかかっちゃう。はい。バンバン並べてきますよ。これ待ち時間ね、全然。綺麗に並んでますよね、これ。どれ乗っても楽しいですよ、きっと。はい。事故もゼロですから、はい。目玉コースターの解説したいんですけどね、僕ちょっと環境作れなかったんで、全体としてどれぐらいあるか分からないんですね。まあ、ただちょっと話がずれるんですけども、先ほどのプレイステーションのテーマパークよりむちゃくちゃコースターの数がいっぱいあります、このゲーム。本当にコースターメインですね。で、今やっとですね、スタッフ雇いました。メカニックと、便利屋さんですね。次のステージいきますね。カート&コースター。便利屋さんは、テーマパークでいうと、スイーパーっていうゴミ拾いしてくれるような人たちですね。はい。トイレ、今起きましたよ。ほら、トイレあるのって、今トイレ起きました。まさしく今起きました。はい。もう一箇所起きます。この遊園地にはトイレがなんと2箇所ある。はい。しかもポテトも食えるんですよ。山の中は実はアイス買えなくて、作れなくて、ポテト屋さんになります。フライドポテト売ってます。はい。で、ここはですね、実は、何も作らなくていいんですよ。もともともういろんなコースターが整備されているので、ちょっとしたマーケティングと、そういったトイレとか置くだけで実はクリアできます。はい、なんで、ここは優秀なんですよ、本当に。あとは待つだけです。世界中で大人気の緑のやつが、ここにはないです。そうです。でもないんですよ、ここ。残念ながらここだけないんですよね。なんで置かなかったのかな。はい。ちょっと足りないんで、また足しますね。はい。皆さんね、千年行ったら必ず遊園地行ってください。で、緑のやつ探してください。きっとあります。あなたのすぐそばの遊園地にも緑のコースターはございます。はい。よし、クリアしましたね。はい。12番目、カート&コースターズ終了でございます。はい、次行きましょう。メルズワールド。はい、ここはですね、ここも、すでにですね、いろいろもう置かれている、完成された遊園地ですね。なので、ちょっとだけね、コスト足りないかなっていうところなんで、ちょっとだけコスト今置きました。はい、3つほど置きました。で、まあ、お金増やして、あとは広告をバンバン打ちましょう。はいね、新しいコースター出たらみんな行きたくなりますよね。この前ね、USJ だって、マリオゾーンできましたし、ね、ディズニーランドだって新しいとこできたら、あ、今回できたから行こうってなるじゃないですか。ね、新しいコースター、あ、できた、行こう、みんな行きましょう。はい。ちゃんと皆さんに知ってもらうように、確実に、広告を打ってまいります。はい。ちゃんとね、ゴミとかないように、ちゃんとね、スタッフも雇っておりますんで、はい。清潔ですよ。皆さんね、こう、好感度、ほら、評価、非常に高い遊園地ですね。はい。あ、ちょっと足りない。ここは1200ですね。だから、本当にちょっとだけ足りなかったですね。はい。いや、ね、世の中の遊園地にジェットコースターっていっぱいあるじゃないですか。あれと何が違うんですか。これも同じローラーコースターですよ。はい、クリアしました。はい、続きます。はい、では次、モスボールマウンテンですね。丘にある、ところです。ここ何もないので、ここコースターも何もないです。一から作らないといけない、ステージなので、まずは道を置きますね。道がないと、当然、コースターも置けませんし、人も取れないので、今、道を置いていってます。はい。ここはね、結構広く道を取りますね。はい。ただ、道を置くときに注意しないといけないのは、必ずループ、
することですね。行き詰まりになるとどうもこのゲームダメっぽいので、必ず出口にループするような形で、置かれています。はい、研究ですね。はい、紫のやつないっすね、まだ。はい、お金使いましょう。あ、来ましたね。はい、ルーピングコースターができました。さあ、今回は何個置くと思いますか？はい、皆さん予想してみてください。今2個置きましたね。はい、何個置かれるかな？これ、はい、3個置きましたね。はい、4つ目。はい、5個目。はい、6個目。まだ足りないですか？楽しみ。皆さん、ちょっとね、もう6個ありゃいいんじゃないですか？皆さんね、楽しみすぎじゃないですかね。はい、まだまだいきますね。はい、7個いきましたね。はい。皆さん、欲張りさんですね。なんと、同じコースター9つ置きました。正解者、残念ながらいらっしゃいませんでしたが、ね、皆さん満足いただけるんだと思いますが。どうしたんですか？なんか皆さん頭が痛そうですけども、どうですか？ちょっと遊びすぎてちょっと疲れちゃったんですかね。はい、もうこんな時間ですからね。もう1時半ですよ、日本時間では。はい、皆さんお疲れかもしれないですね。はい。ほら、こんなに今お客さんがすごい、長蛇の列ですよ、これ。これクリアするとみんな拍手してくれるんですよ、実は。ゲーム内で。よく見ると。はい、では次行きます。はい、パシフィックピラミッドですね。エジプトの遺跡をまあモチーフにした、テーマパークを作ってくださいということで、今、まずはトイレ、初手トイレから行きました。はい。ということで、ここある程度研究されているので、実はルーピングコースターもあるんですね。はい、なので研究はございません。はい、ということでガリガリ置いていきましょうね。ピラミッドとループコースター合いますね。この綺麗な緑が砂漠に映えますね。いや、緑のピットしてくれた方は非常に、いいセンスをされていると思います。はい、いや、いいですね。ピラミッドを撤去したって、いや、それだって邪魔ですもん。まだ他にあるからいいじゃないですか。いっぱいありますよ、ピラミッド。はい、はい、ということでね、はい、皆さん楽しんで、いただけているかと思いますが、どんどんお客さん増えてますね。ここも最初に、設置されているのがほとんどないので、お客さんの数が最初少ないですね。なので、バリバリ広告打って、ちゃんとね、美観を保つように、スタッフは、従前に雇っております。おっと、マーケティングが足りなくなったので、追加しましょう。ここ1000人必要なんで、毎回このゲーム、大体ね、ギリギリ足りないんですよ。最大12周使えるんですけども、ギリギリ足りないので、大体追加します。はい。ほら、だって皆さんは緑のコースター大好きでしょ？こんなに来てくれるんですよ。はい、はい、では次行きます。はい、16ステージ目。おっと、もう16ステージ目ですか。早いですね。クランブリーウッズですね。ここもすでに、季節のものがいっぱいあります。ほら、こんなに楽しそうな、ほら、他にもいっぱいあるんですよ、ここ。なので、ここで1200人の、お客さんをつかむために、いろいろ、やっていくわけですが、ここ本当にいろんな、コースターがあるので、今回緑のやつ出てきません。残念ですね。2箇所目ですね。緑のやつが出てこなかったの。全ステージは21ステージでございます。現在これが16ステージ目ですね。はい。なので、ここちゃんと広告と、スタッフが例えば普通にクリアできました。ここ非常に優秀な、遊園地2つ目ですね。はい。はい、中級ステージ、最終ステージですね。なんでこんなところに作ったかわからないんですけども、この、桟橋の上に、テーマパークを作れっていう無茶ぶりをしてきます。で、この桟橋がその高さがあるので、そのままだとコースターとか置けないんですね。なので、今、下に低くなるように、置きました。はい。あー、紫のやつ来ました。はい。ということで、ルーピンコースター、どんどん置いていきましょう。ね。何個？あれ、今、その隙間大丈夫かな？ここ何個だっけ？いけるいけるいける。大丈夫大丈夫。はいね。こう水をこう、湖を眺めながらね、ループできるってすごいと思いませんか？これ事故っても大丈夫ですよ。事故っても水にバシャーってなるだけですから、ウォータースライダーと一緒ですよ、結局。はい。全然怖くない。安全ですね。はい。ということでね、こう水のステージで、一周してみようという広告を打ってまいります。はい、スタッフも当然雇っていきます。はい、でもここまで17ステージ目ですよ、これ。事故ゼロ、無事故ですよ。はい、僕がこれ経営者だったら、よしって言いますね。はい、
ということで、はい、中級ステージ終わりです。残り4ステージ、上級向けとなります。ライトニングピークス、山のところなんですが、非常に狭いところですね。狭いところで、かつもうすでに既存のものがあるんですが、間を縫ってゴリゴリ置いていきます。はい。もう間を縫って置けるところに置きます。はい。お、なんかちょっと今回は遠くに置きましたね。ワールドレコードの時はもうみっちり中に置いてきました。はい。まあ、空いてるとこ、隙あらば緑ですね。はい。で、ちゃんとね、ポテトさん、ポテト屋さんとトイレと。はい。あと飲み物ですね。はい。しっかり3点セット置いていきましょう。はい、ちゃんとトイレにも困らないですね。はい、そして、ね、皆さん忘れてはいけない。ちゃんとね、動かさないとね、お客さん入れないんでね、ちゃんと稼働させましょう。そして、広告を打ってまいります。はい。皆さんね、こんな山の中にもね、楽しい遊園地があります。まあ、言ってしまえば、日本でいうとこの富士急ハイランドみたいなもんですよ。富士急ハイランドも山の中ですからね、あれぐらい楽しい遊園地がね、こういったゲームの中でもあると思ってもらえればいいんじゃないでしょうか。はい、広告打てば楽しいんですよ。皆さん楽しんでお客さん来てくれるんですよ。富士急行きたいっすよね。はい、行きたいと思ってもらえます。はい、クリアです。はい、残り3ステージ。次、アイボリータワーズですね。マジックやってる人だったらね、アイボリータワーで聞くとちょっとピクッとするかもしれませんが、僕もちょっとピクッとしました。はい、ということで、ここもですね、ある程度研究がスタートしてありますんで、ルーピングのコースターも置いちゃいます。はい。どんどん置いていきましょう。ね、もう皆さん好きすぎてね、もうそろそろね、このループ作ってるところの製造元がね、パンクしそうなんですよ、実は。もうみんな好きなんですよ、このループ。供給が追いつかない。もうどんどんもう入れていかないと、もうね、もうまだかまだかってすごい行列ができちゃうんですよ。はい、ということでどんどん置いていきます。はい。はい、ここではね、はい、7つのコースターを置きます。で、ここ初めて出てくる綿飴屋さんですね。今の白いやつはあの綿飴屋さんです。と、あとは飲み物屋さんとトイレを置きましたね。はい。で、借金増やしまして、借金した分だけで広告打ちましょう。ガリガリ打ってます。おっと、先に。あれですね、スタッフ雇うの忘れましたね。スタッフ雇わないと、すごい勢いで評価下がります。これ今評価ゼロですよね。黄色のゲージゼロになってますけど、本当にこのゲーム、スタッフがいないとダメです。はい、ので、広告打っていきましょうね。ちゃんと皆さんが楽しむ、環境を作ってから、しっかりね、来てくださいというのを言わないとダメですよね。はい、ね、バリバリ広告打ってます。皆さん、もしかするとこの中でタダで、入場できて、ただであのループに乗れる人もいるのかもしれないですね。はい、全員じゃないんですけどね、当たったらぜひとも乗ってみてください。はい、はい、クリアしました。はい、残り2ステージ、20番目、レインボーバレー。ここ、ちょっと注意です。ここはですね、自治体管理なんですけども、非常に腹立つことに木が切れません。土地を改善できません。なので、ここ時間かかります。木が切れないのが、今までってコースターを置くと自動的に木は排除されてたんですよ。でもここ排除できないんですね。なので、あと土地改良もできないんで、じゃあしゃあね、川で置いてやろうということで、今川に沿って道を置いてます。ね、川はね、何もいじってないですからね、全然問題ないですね。はい。ピラミッドは別に排除していいよって言ってくれたんで排除しただけですよ。別に何も文句は言われてないですから。はい、で、ループやっぱり道しないといけないんで、山の中。木は切っちゃいけないので、今トンネル掘ってます。出口用のトンネルを今ぐるーっと回します。はい、いやいや、木一本切ってないですよ。皆さん、なんかハテナって書いてますけどね。ほら、見てください。山を削ってますけど、穴掘ってるだけですから。はい、ちゃんと木は、自然は大切にね、はい、しておりますよ。はい、環境保全。環境に寄り添ったテーマパークがここですね。はい。ということでね、ぐるっと降ってきたんで地上に帰ってきました。まあ大体でやってるんで、まあ大体の感じで上がってきます。そろそろ合流しますかね。はい、そこですね。はい、合流させましょうということで、高さを合わせて OK ですね。これでループしましたんで、とりあえずお金を増やして、まずは研究行きましょう。はい。ね、ここ何もコースターがないので、まず研究からスタートします。何が出るかな？ああ、まだない。OK、OK ですね。はい、来ました。じゃあ置きましょう、ね。木を切っちゃダメですから、必ずね、あの木を切らない配置にしないといけないですよね。はい、大事なことですね。
ここ大体もう置くとこ決まってますね。どうしてももうパターン化されちゃうみたいです、ここに関しては。はい。ということで、木をバンバンをね、切らないようにしっかり間を縫って、今多分ちらっと説明してますね、奏者の方も。はい。ただ今、バット置いてるんで、実はこれまだ道繋がってないんですよ。だから、今、一通り置き終わったらまた後で調整します。OK かな。はい。では、道を繋げていきましょう。じゃないとね、乗れませんからね、皆さん。はい。そこ切っちゃまずくね？今、一個まずいところを切ったような気が。大丈夫かな？多分大丈夫でしょ。道なくなってますね。そうですね。あ、気づきましたね。よかったです。よかったです。はい。ね、こういうところもね、いろんな景色が見えるループですよ。皆さん同じように見えますけど、実は同じじゃないんですよ。いろんな高さからこの自然を楽しむことができる。素晴らしいことではないですかね。はい。ということで、また広告打っていきましょう。遊園地としては完成いたしましたので、広告をどんどん打っていきましょうね。はい。It was an accident, I promise. ああ、疲れたな。あと一ステージなんで皆さん頑張ってください。皆さん耐えてください。あと一ステージです。はい。とりあえずね、今、ここお金がギリギリなんですよ。広告打てないんですよ、なかなか。なんで、お金がある程度増えてから、広告をまた追加で足していきます。いや、こうなることはおおむね予測はしてたんですけどね、思った以上に疲れますね、これ。はい。奏者はですね、一人じゃないですよ。ただやっぱり環境を作るのが難しいらしくて、このルールでは、カテゴリーでは5名の方が、走られております。はい、では、ラストステージ、サンダーロックですね。はい、ここはある程度もう研究されておりますので、ループを、ガンガン置いていきましょう。はい。もうお別れですよ。とうとう最後、21番目です。残念ですね。もっと遊園地楽しみたかった。ここすごいとこですよね、地形。これ、周り見たらわかるんですけど、こんなとこに建てんなよっていう。最後の広告打ちましょう。サンダーロックっていう砂漠なんですよ。これ、周り砂漠なんですけど、砂漠のど真ん中に、オーストラリアのエアーズロックみたいなのあるじゃないですか。あれは一枚岩ですけど、あんな感じで一個バーンとでかいのが立ってる中には遊園地を作りました。はい。さあ、そろそろ、GG が近づいてきておりますね。早いですね。一発勝負でもこの記録、さすがワールドレコードですね。でも多分普通に2位いけるんじゃないのかな、この記録でも。おー。なんか、あともあると思います。タイム。はい、グッドゲームです。はい。GG でした。皆様、ね、この状況下でね、遊園地なかなか行けないと思うんですが、遊園地楽しめたんじゃないでしょうか。また行きたいと思った際にはですね、こういった、ループもののね、ジェットコースターに乗っていただければですね、あんなゲームあったなって思い出していただけるんじゃないでしょうか。あれやってくれるかな？やらないかな？ちょっとだけ待ってくださいね。やらないかな？よし、じゃあちょっとやるかわかんないので、一つ宣伝させていただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞお願いします。はい、ありがとうございます。私ですね、この、バカゲーゾーン一発目で、解説をさせていただきました。最後に、もう一本先を解説するものがありまして、この後の3時にスタートします、ママにゲーム隠されたも、解説させていただきます。こちらも楽しいゲームとなっておりますので、ぜひとも、お楽しみにしていただければと思います。はい。多分ね、今回のバカゲーゾーンの最初と最後を飾ってしまったような気がしますね。はい。あ、ちなみにこのゲーム、真っ当にやればちゃんと楽しいゲームだと思います。はい。なので、あくまで RTA としてのこういう感じにはなってしまってますが、先ほどの通り、このゲームは700万本売れた超名作ですので、で非常に人気の高いゲームです。なので、ちゃんとコースターを作れば、非常に楽しめるゲームだと思います。そこだけは、すみません、ちゃんと言っておきます。はい。ということで、以上でございます。あともう駆け足で喋ってしまいましたが、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。非常に楽しいゲームでした。解説非常にありがたかったです。ありがとうございました。はい、またママにゲーム隠された。そうですね。ではまた1時間半後ぐらいにお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。はい、ありがとうございました。This comment is just awesome. I'm just gonna read this for y'all. We got a five. We got another $5 donation from Tugaris. はい、というわけで、ローラーコースター対君でした。ありがとうございました。また、次のゲームの準備をしてまいりますので、ちょっとの間失礼いたします。Comment of the day, right? Just pointing that out. That's such a good donation comment.But yeah, you may have noticed that I read, read a comment there earlier there by Purity Gamer saying shout out to VGMCon for organizing, VGMCon, sorry, for organizing this whole event. So obviously this event, this stream right here is produced by Midwest Speedfest, but you may be wondering why is that donation comment coming in? That's because we are affiliated with VGMCon and we are actually...check them out. If you want to see some, you know, plenty of video game related musics and other things, then you can go to twitch.tv/VGMCon and you can donate to the same track they have there. So it's an awesome collaboration we have going on here. And while we're still here, I do also want to point out that Mid Springs